ジ切れですか？へへ、だってちっとも起きないんだもん。みゅ、その目はマジで怒ってますね。じゃあね、早く起きないと遅刻するよ。
オーズ。うん。なんとなく。ほら、席につけ。ついてまーす。自分の席だ。誤解だって。私は違うってば。それに私が女の子好きなら君に被害はいかないんじゃないかな。冗談でもひどいよ。君って時々すごく意地悪だね。
お邪魔じゃなくて。その変な敬語やめてよ。そんなことないの。ゼロなの。抹消してほしい。君はブルマを履いたことがないから言えるんだよ。
さ、誰かに聞かれたらなんて答えるの？
うん、ちょっとはいじるけど、
なくて。ん？まどかにロールはありえないわ。どういうことかな、サッキーくん。わかりやすく日本語で説明してくれないかな。そのままの意味よ。はっはっはっは。旗笑いすればいいってもんじゃないでしょう。思ったけれど、私も快活なまどか様には短い方がお似合いになると存じますわ。ん？タッチ、今いいこと言った。立花さんは人を好意的に見すぎるから。さっきの、あんた今日は三つ編みの刑。あ、ちょっとやめなさいって。初見の頃か。そうだな。あれから多少切ったが、この長さになるまでは一度も切らなかったな。その頃は切る者もおらぬからな。人に触れさせなかった。つまり、俺がこの世に生を受け、ヒイラギと出会うまで伸ばし続けたということだ。今はヒイラギに切らせている。そうか。されたことはないかな。何がおかしい？お前こそ髪型にこだわりがあるのか？そうか。気にするな。誰もお前がハゲるなどと。大丈夫だ。多分。ああ、その時はソル。ああ、その程度であいつは別れたりせん。これ以外に何がある？
そうだな。大体人は進化の過程で体毛を失ってきたのだ。いずれ頭からも毛が消える。とりあえずお前が気にすることではない。そうではない。良い男は何をやっても良い男だ。なんだ？